演舞開演。どうも、本日はこちら麺飯亭の中華麺手もみ風を食べたいと思います。先日のストレートや低糖質とはどう違うのでしょうか。楽しみですね。見た目はそんなに変わらない気もしますが、でももちろんこのままでは食べられませんので、今茹でてきますね。少しお待ちください。茹で上がりました。まあちょっとお湯少なかったみたいでこんな風になっちゃいましたけど、まあいい、味は問題ないでしょう。ではこれにこちらの鶏ガラ醤油スープをかけていきたいと思います。いい色ですね、スープ。ではいただきます。わ、もっちりしていてよく絡んでしっかり効いていますね。先日のストレート麺よりも少しもっちり感が強い感じがしますね。そのもっちりとした感覚の麺が醤油とって程よい辛みの醤油のスープと絡んでとっても美味しかったです。ここまでやっぱり同じメーカーさん同士だと相性いいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。